はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、プランターに植物を植える方法を皆さんに教えたいと思います。まずこのようにプランターを用意します。そしたらね、ここに鉢底石ですね、その代わりにこのような軽石をまずガバッと入れます。こうすることによって下の水はけが良くなりますし、下にプランターの下に空いてる穴からね、砂が出てくるのを防ぎます。ついでにこれがですね、鉢から鉢物を抜く方法です。一番簡単なのはこのように足でね、ちょっとコンコンと切りながらやると、簡単に抜けます。なんかいろんなこと書いてある文献はありますけど、これが一番現場でやってる方法ですね。このように足でコンコンとやって抜いていきます。簡単に抜けます。はい、このように鉢物をセットしたら、まずこの鉢の中に残っている土も入れちゃいましょうね。そしてこれで培養土です。この培養土を用意して、培養土をこのように隙間に入れていきます。で、少しこうやって入れたら、このようにね、隙間に培養土を、詰めてね、でまたこのように培養土を入れていきます。で、ある程度ね、培養土を入れていくと、培養土の袋の半分ぐらいまで培養土がなくなってきます。そうするとね、入れにくくなるので、このように培養土をカッターナイフなどでカットすると入れやすくなります。そして、土をね、このように脇の方にギュッギュッと手で押し込んであげて、で、隙間を作りますね。そうしないとこれね、グラグラになっちゃうんですよ、あの鉢物が。そしてこの上からまた培養土を入れていきます。だいたい目安的にこのぐらいのプランターだと、一つのね、この培養土25リッターがね、1個入ってしまうような感覚ですね。はい。で、袋をね、半分に切ったことによって、このようにね、すごくこう、外にこぼれなくて入れにくいことがないので、とてもね、作業がしやすく効率が早いです。今これ皆さんにリアルタイムで見ていただいてますけど、このような感じで、すぐに出来上がります。はい、はい、出来上がりました。したら今度ね、この上に、雑草が生えないための、グラウンドカバーをしていきます。今回は、インテリアバーグをこの上に置いていきます。これがね、結構まあパラパラっと撒いたぐらいでは雑草が生えてきてしまいますので、土が見えないくらいね、全部にインテリアバーグを敷き詰めていきます。はい、マット右の方がまだね、割ってませんね。はい、このように滑ったの土を、カバーすると、ここから雑草が生えてこない。要するにこれをグランドカバー、雑草対策グランドカバーと言います。はい、これでグランドカバーが出来上がりました。はい、どこも土が見えてないですね。確認したらこれで、グランドカバーの完成です。ではですね、これから出来上がりの姿を全体を写して見ていきましょう。このような感じで出来上がりました。皆さんもね、このようにすると簡単にできますので、ぜひ実践してみてください。